改め、鈴屋型重巡洋艦は、大日本帝国海軍の未成重巡洋艦、息吹型重巡洋艦とも呼ばれる。ロンドン軍縮条約により、重巡洋艦は、対米6割、12隻に抑えられていたが、条約破棄後に、最上型4隻、利根型2隻の手法を20センチメートル方に換装、開戦時には18隻となり、席数では、対等になっていた。 そのため戦時消耗の補充として1941年11月の昭和16年度戦時建造計画で2隻の従順洋艦が計画された。また、日本海軍が目標とした従順洋艦20隻体制の実現との見方もある。翌年の79帝国議会で承認1隻6000万円の予算が計上され、一番艦はクレ海軍交渉。 二番艦は、三菱重工業長崎造船所で寄港された。だが、ミッドウェー海戦の影響で二番艦は寄港直後に、建造中止、一番艦、伊吹は、艦隊給油艦として完成することも考えられたが、結局空母へ改造となった。しかしそれも、戦局悪化により、進捗率80%で、工事中止、そのまま終戦を迎えた。 急速建造に対応するために、鈴屋型重巡洋艦の船体栓図を利用した、改め鈴屋型として計画された。1941年11月の将棋では、防空指揮所の設置、後部マストを第4位塔を直前に移設することが記されている。船体は鈴屋型と基本的に同じであるが、上艦板のキャンバーがわずかに増やされている。手法は、 鈴屋型と同じ2号 20cm 連装砲5機、砲塔の形式は、トネ型と同じ E3 型、トネ型では、円錐台形であった、リングサポートは、円筒型となっている。広角砲は、当時の標準となる 12.7cm、連装広角砲4機、砲の形式は、A1 型だった。機銃は、鈴屋型と同じ 25mm 機銃連装4機、 13mm、機銃連装2機の計画であるが、もし従順洋艦として竣工したら、時期的に考えて機銃はさらに増備されたと思われる。魚雷発射艦は最上型、利根型の3連装4機から、改装後の妙高型、高尾型と同等の4連装4機に、強化されている。建造の進んだ一番艦では、さらに航空兵装を廃止しご連装発射艦5機に、 変更されたと言われる。この時の詳細な計画は残されていないが、おそらく従来の発射間位置の4箇所に加え、後部マスト直前に一気追加したものと思われる。これら来装の強化は、野戦での使用が重視されたことが伺われる。防御は、機関部については、原則の長さ76.70メートルにわたり、艦艇に向かって内側へ二十度の角度をつけた。 傾斜走行で上部100メートル MNVNC 交番から下部の30メートル MCNC 交番に連なるテーパードアーマーを施した。水平防御は中間般に水平部30メートル MCNC、傾斜部60メートル MCNC 交番、前後の隔壁部は105メートル MNVNC 交番とした。玉火薬庫は原則は機関部と同様の方法で、 上部1 4 0ル m n v n c から下部の3 0ル m c n c に連なるテーパードアーマー。水平部は下甲板に4 0ル m n c n c 前後の隔壁部は9 5トルから1 4 0トルの NVNC 交番を取り付けた。舵取り機質は原則1 0 0ル m n v n c 前後の隔壁5 0ル m n c n c 水平部は中間半に30メートル MCNC 交番で防御した。機関は、鈴屋型、利根型と同様のカンポン式ボイラー8機、ポン式タービン4機の組み合わせである。ボイラーの蒸気圧、温度は計画では20キログラム、平方センチメートル、300度であるが、鈴屋型、利根型と同じ22キログラム、平方センチメートル、300度とする文献もある。 トネ型では、高尾型までと同様に、全部機械室のタービンで、外軸のスクリューを回転させていたが、本型では、鈴屋型と同じ全部と内軸を結ぶ形とした。推進機直径は3.9メートルで、最上型、トネ型の3.8メートルから0.1メートル、大きくなる計画だった。従順洋艦一般計画要領書不現状調査、による、 第300号艦型、昭和16年12月19日報告の計画値。NVNC は、ニュービッカースノンセメンテッドの略、改良ビッカース無芯炭非表面降下降板。安倍康夫、最上型の防御計画による。ハット CNC は、ノン、セメンテッド、インクルード CU の略、同眼犬無芯炭非表面降下降板。安倍康夫、 最上型の防御計画による、ありがとうございます。